はい、皆さんこんにちは、あおちゃんです。令和2年5月、いろんなスポーツイベントがコロナの影響で、中止になっておりますが、和田毅杯少年野球大会は、大会の実施が11月、12月ということなので、これから準備に、入りたいと思いまして、今年も開催する方向で、実行委員会は動くことになりました。それで今日は、先日行われました、出雲地区の、抽選会の模様を、ご覧いただきたいと思います。従来ですと、抽選会には各チームから代表の方に来ていただいてくじを引いていただくんですが、コロナの影響で3密が避けられているということで、実行委員会の方で、抽選を行いました。公平を期すために動画を撮っていますので、もしよかったら見てください。出雲地区の予選の、抽選の模様です。よろしくお願いします。ほんならチーム名を読み上げるので、そのタイミングで引いてもらっていいですか？はい、わかりました。じゃあ、和田毅杯の抽選会を行います。よろしくお願いします。よろしくお願いします。では初めに、朝日が丘ジュニアスポーツ少年団。では開けてもらって、54人でいきます。 B の3です。朝日が丘ジュニアスポーツ少年団 B の3ですね。続いて荒木野球お願いします。音出して、これに移さないと。今移して、クジラ、僕がいます。朝日が丘、いや、荒木野球。すみません、荒木野球、創成者 F の1。荒木野球が F の1。はい、続いて、出雲北野球スポーツ少年。出雲北が F の2。F の2、出雲北。F の2。はい、続いて、遠野野球。野球スポーツ少年団 B の1。金屋が B の1。続きまして、ポーツ。大津野球スポーツ少年団、もやってていいの B の2。大津が B の2。はい、続いて、オールイマイチ。H が H の2。オールイマイチ H の2。はい、H の2です。はい、次が神門川。神門川が H の1。神門川 H の1。はい、次が国富。G の2。次が小寮レッドスターズ。小寮が D の1。小寮 D の1。次が佐田スサノオドラゴン。C の2。さだ C の2。はい、次がシュット。シュットが、A の1。シュット A の1。次が小原。小原が D の3です。
小原 D の3、D の3、はい、から人材、はい、はい、人材 E の3です。人材が E の 3、 E の3、はい、はい、次退社、会社 A の2、会社が A の2、 A の2です。次は高松、高松、はい、 C の1、高松 C の1、はい、次が滝ブレイブホークス、D の2、はい、滝が D の2、 D の2です。次はチューブ、はい、チューブが F の3、チューブ F の 3、 F の3です。次は長浜、はい、G の1です。長浜 G の1、はい、次が西野、西野、はい、E の2、 E の2、西野、E の2、はい、続いて平田、はい、平田がE の1、 E の1、 E の1です。次は北陽メッツ、はい、北陽は C の3、 C の3に北陽メッツ、はい、最後陽花、A の3です。 A の3、はい、はい、以上で終了ですね、はい、はい、以上です、はい、ありがとうございました。ありがとうございます。はい、以上のように決まりました。3チームの ABCDEF グループはリーグ戦を、それから、2チームの GH ところは1試合をやって8チームを決めます。